ドラウは機甲戦機ドラグナーに登場するメタルアーマー。ギガノス帝国で量産機として初めて実戦投入された偵察型メタルアーマーである。フォース連邦に接近。遠征機動軍か。あれだ、捜索中の輸送船だ。警備に連絡しろ。了解。ドラウの武装。50ミリハンドレールガン SSX5 型、毎分2400発の発射速度を持つハンドレールガン。鉄鋼弾および爆裂弾などを使用でき、携行弾数は255発。発砲時の電力は本体から供給される仕組みだが、銃本体にもバッテリーが内蔵されている。メタルアーマー、下倍、ラインと共通の武装となっているが、発射速度や携行弾数は異なる。8ミリ級、アクティブホーミングミサイル。当機の携行装備の一つではあるが、撃中で使用されることはなかった。ドラウの開発。ギガノス帝国の量産型メタルアーマーの一つで、設計者は不明。開発のいきさつは資料によって様々で、最初期のメタルアーマーとされている一方、ライン開発チームの一部のスタッフによって、ラインのフレームをベースとした機体を電子戦用に再設計されたといった情報も存在する。ただし、公式サイトでの説明では、月面作業用ロボットから発展した機体、さらには量産機として初めて実戦投入されたメタルアーマーと記載してあるため、月面作業用ロボットの発展系で、量産機として初めて実戦投入された機体というのが正しい情報ではないかと思われる。西暦2085年9月に原型となる YRMA-07 をロールアウト、翌年の11月に量産化が始まった。ラインとは手足のフレームは共通しているが、ボディは心臓で、ドラム型のセンサーユニットを搭載。機体各部にはアンテナをはじめ重力場感知レーダーを備える。また、同機構によって本体のスペースが圧迫されたことにより、核融合炉を小型化、さらには脚部姿勢制御バーニアを大型化、背部にプロペラントタンクを外付けした。ギガノス帝国の偵察用メタルアーマーのため、戦闘型のダインや攻撃型の下倍と比較すると、攻撃力、防御力ともに劣る。ドラウのスペック。型式番号 RMA-07A、 頭頂高 17.5m、 重量 63.3トン、 最大重量 83.5トン、 出力24万ポンド、最大出力31万ポンド、装甲材質ステライド合成装甲プラスセンサーコーティング、装甲圧最大 150mm。 主な搭乗者ハイデルネッケン、一般兵。ドラウの使用と尾行。機体の名前の由来はドイツ語で3を意味するドライから。月面作業用ロボットから発展した機体ということから、作業用機械メタルワーカーの要素が残る外観が特徴。軽量高機動の機体で、最初期に開発されたメタルアーマーと言われている。また、武装が貧弱なことから、追加装備として、ドラグナー1のようなキャバリアーの搭載が検討されていた。これにより、機体全体を追加装甲で覆い、防御力、攻撃力を増強、装甲側にもセンサーを装備、追加火器として220ミリレールガンも装備している。兵器として一時代を築いたものの、ドラグナーシリーズ開発後のメタルアーマー開発ラッシュに押され、瞬く間にロートル扱いとなってしまった。そのため、物語終盤ではほとんど姿を見かけることもなく、結局400機ほどしか生産されることはなかった。劇中ではハイデルネッケンがドラウに乗り込み、マイオプラートの乗る輸送船を騙し撃ちした。さらにはドラグナーの乗る戦艦を襲撃するも、マイオプラートのカルファルゲンに追撃を受ける。最後はリースーミンのスタークダインを盾にして戦おうとするも、激怒したマイオプラートに撃墜され、宇宙に散った。マイオプラートダイン、わしと取引せんか。
たい。返事をしてくれ。貴様の取引など聞く耳は持たぬ。やめよう。以上がメタルアーマードラウの詳細である。チャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。